皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらの右手につけているお店の材料でお店のジェルで作ったこちらのデザインをすべて100円の材料で左手に作ってみたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい、ではまずベースコートを塗っていきます。ライトに入れます。はい、それではまず人差し指と中指と小指のデザインを作っていきたいと思います。セリアジェルのミルキーピンクのカラーを塗ります。はい、ライトに入れます。次にセリアで売られているパレットと、あとキャンドゥで売られている筆と、こちらセリアジェルのゴールドを使います。ではゴールドのカラーをパレットの上に出していきます。ではラインを描きます。はい、こちらをライトに入れます。それではベース&トップコートを塗ります。では一気に3本のせていきたいと思います。こちらは
割りながら使っていきます。はい、こんな感じで一度ライトに入れます。はい、ではベースコートを塗ります。ではゴールドの箔を乗せていきます。はい、こんな感じで一度ライトに入れます。はい、では次にストーンをつけていきます。こちらベース&トップコートをストーンの置く場所に少しだけのせます。はい、ストーンをのせていきます。はい、こちらライトに入れます。はい、ではトップコートを塗っていきます。シェルがちょっと飛び出しやすいので一度ベース&トップコートを全体に塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次にノンワイプトップコートを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで3本完成です。では次に親指と薬指のデザインを作っていきたいと思います。
はい、ではミルキーベージュのカラーを塗ります。こちらは全体に塗っていきます。はい、ライトに入れます。次に使うのがこちら、セリアで売られているドライフラワーです。こちらをのせていきたいと思います。のせたいフレンチの部分にベース&トップコートをのせます。では、乗せたい色のドライフラワーを取り出します。取り出して、このお花の部分を切り取って乗せます。あまり強く押すとお花がボロボロになってしまうので、優しく切り取ります。では白を3個ぐらい乗せます。こちら黄色のカラーをのせます。では親指にも乗せます。次にピンクのカラーを乗せていきます。はい、では次に紫のカラーをのせていきます。はい、こんな感じにのせていきます。ではこちらを一度ライトに入れます。はい、ではこちら一度ベース&トップコートを塗ります。
ライトに入れます。はい、ではパレットの上にホワイトのカラーを出します。はい、こちら筆を使ってフレンチのラインを描いていきます。はい、ではこちらをライトに入れます。はい、ではこちらの上にベース&トップコートを塗ります。では白をのせていきます。はい、ではこんな感じに白をのせていきます。ではライトに入れます。はい、ではノンワイプトップコートを塗ります。はい、ライトに入れます。はい、では最後はこちらファイルで少し形を整えていきます。はい、こちらで完成です。サロンの材料で作ったこちら右手のアートと100円の材料で作った左手のアート、あまり変わらなく作ることができました。100円の材料でもいろいろなアートを楽しむことができます。本日も最後までご視聴ありがとうございました。